皆さんこんにちは。今回は、読みの事前動画ですね。公式列車チームからの招待を受けて、創作体験サーバーの内容を事前に動画にしてます。また、ゲーム内数値は変更の可能性があるため、そのあたりはご了承ください。動画内で出てきた、倍率とか、リリースでの細かい数値の変更はご了承を。ってことで、今回はベルトについてですね。もちろん、読みとの相性もあるんですが、バージョン2で結構強化をされたりしているので、その部分も解説していく感じだね。ってことで、ざっくりなんですが、ヒゲ、結界系で戦闘開始時、ウェーブ開始時に一定確率で敵を禁錮状態、速度ダウンします。軽油や姫子とか、結界系ヒゲは共存できません。多分重要なのは霊視をヒゲとも共存しないので、継続ターン的には霊視をヒゲ優先がおすすめ。ってことで、戦闘面での能力についてですね。まず、通常攻撃、普通です。通常攻撃自体は特に能力ありません。続いてスキル、バウンドタイプでランダム3回ヒット、1発目だけ指定できます。一定確率でヒット時に敵の速度を低下させます。続いて必殺技。発動時に敵全体に非ダメージアップデバフ、そしてダメージ発生後一定確率で敵を禁錮にします。ベルトは唯一行動制限を高確率で触発できるキャラクターというのが特徴だね。あとは、ベルトが攻撃した時、減速状態の敵に負荷ダメージが発生。通常、スキル、必殺すべて対応しているね。基本的には敵の減速状態が重要になるね。必殺技について補足です。必殺技は禁錮が決まれば敵は行動不能になるので、2回行動する敵は、1行動後に必殺技を打つと、敵の2回目の攻撃をスキップして、遅延効果も実質パワーアップします。基本的には、生存補助要素を高めるなら、適当に撃つのではなく、敵の2行動のうちの1行動を、あるいは、敵を倒しきれるとき、あるいは、PT の HP が低くなってしまったときに、狙って撃つことがおすすめです。ちなみに、敵の攻撃中断目的以外だと、だいぶ速度低下の恩恵が下がるので、注意しましょう。ってことで、少し本題へと入りましょう。ベルトは敵の遅延に特化したアタッカーもできるし、サブアタッカーもできるキャラ。ですので、実は1枠で生存補助をすることが可能だったりします。系統としては、ミーシャとか、ナノか、孫悟主人公みたいな感じでしょうか。崩される前に、指揮を送らせるタイプのキャラクターですね。もちろんですが、普通にメインアタッカーとして使うことも可能ですが、こっちの方をメインに紹介するのがいいかなと。一応装備は、花火だけブローニャモチーフ、読みはお休み、ペラは決意、ベルトはクエスト装備で。ベルトは2連スキルで必殺技を回すようにビルドしています。読みにとって嬉しい点は、ベルトで虚無が埋まるので、ベルトのおかげで花火やブローニャを編成に入れることが可能です。一応ベルトは2凸まで行けば、クエスト装備、EP 縄で、SP プラマイレイで2ターン必殺が可能になるので、ある意味2凸からが本領発揮といえばそうだね。それ以外だと、モチーフなしならルアン名ではなく花火を入れないと。ベルトはクエスト装備、EP 縄と EP5% セットで2スキルで必殺技を回すことになるので。あとは、そもそもクエストがないなら2スキルで回すことにはなってしまうので。SP 供給力の高い花火がいい感じだったね。あとは元も子もないことを言ってしまうと。やっぱり加速するなら読みはモチーフまで欲しいかな。一応ルアン名の場合だと花火よりデバフ適用頻度増加と。弱点撃破バフや弱点撃破の追加遅延があるので。花火かルアン名どっちか持っているなら採用の価値高め。一応、ラウンド的にはそこまで問題ではなかった。いい感じに戦闘が進行できているね。決意は発動タイミングを間違えると。ペラで通常してもデバフをつけられないことになっちゃうので。適当にやると自分みたいにスキルばっかになりそう。ってことで、2ウェーブ目の元凶だね。ちなみに、元凶は禁錮抵抗があるので、ベルトの必殺技の禁錮は結構運ゲーが入るね。あとはできれば、2ウェーブ目ベルト必殺技を持ち越したかかったかもね。このあたりは使い慣れてない感出ちゃってるけど許してほしい。まあ、星4公園水でも勝てたので、こうやって動画にしているわけだね。ブローニャモチーフについてはまあ、過去と未来と比較すると、操作を正確にすればあんまり変わらないかな。工場星5公園水で、交換可能なのでご容赦いただきたい感じ。
一応ベルトにクエスト装備させて、2ターン必殺させるのが、遅延頻度的には優秀となるんだけど、安心してほしいのは、決意や銀狼モチーフとか、その辺をつけても十分機能を果たすことは可能。どちらかといえばそっちよりも、ベルトの速度を盛る方が重要かもね。あとは最低限の運ゲーはあるね。こことか、回復ができるキャラではないので、カフカが集中砲火で落とされるみたいな、持続ダメージ編成ではそれなりにあるあるの。現象については、最低限起こりうるね。ここは倒しきれると思ってベルトの必殺技を使ったら、少し危なかったところ。余談だけど、読みの必殺技はオートの方がテンポいいから。グレイセスのヒューバートみたいに、一時的にオート入れるのが良さそう。って感じで2ラウンド撃破だね。ルアン名にしたり、ベルトに決意つけても2ラウンド狙えるけど、最低限の運ゲーは起こっちゃうかな。ただ、ダメージの限界性能を上げつつ、生存補助確保ならベルトは優秀です。ってことで、必殺技回しについてです。生存補助系で使いたいなら、クエストがある方がかなり安定する。ただ、ルアン名やミーシャと合わせることで、クエストなしでも軽減可能です。そして、本場は2凸からとなっていて、確定で2ターン必殺を回したり、クエストがあるなら SP 消費実質ゼロで必殺技を2ターンで回せます。で、肝心な2凸効果がこちらとなっていて、テンプが発動するたびに EP が追加で回復するようになります。生存補助重視であろうとなかろうと、2ターン必殺が可能になるので、ベルトと火力サポさんという編成もしやすくなりますね。そして、必要効果命中です。効果抵抗 40% の敵までは 67% の効果命中が必要なので、生存補助優先なら 67%。一方で火力ビルドで行くなら、効果抵抗 30% の敵まで必中となる効果命中 43% が最低限おすすめです。スキルの基礎確率は低めなので、効果命中がある方が、やっぱり速度ダウンも安定しやすいね。注意点としては、敵の行動制限や禁錮抵抗。このあたりは命中 67% でも必中しないので、生存補助ビルドならそもそも適性が下がるのと、その敵に合わせて効果命中を盛ると、火力が下がりすぎるので、効果命中は火力ビルドなら 43% が最低ラインでいいと思います。公園水について、火力型で行くなら読みモチーフが、一番強くなります。敵すべてに作用もするので、安定しやすいです。ただ、効果命中を少し稼ぎづらいですね。他だと、銀狼持ち、ベルト持ち、お休みがおすすめ。効果命中は多少なりとも稼ぐことにはなるので、銀狼モチーフや最低限スキルに効果命中が増える。ベルト本人のモチーフも優秀ですね。お休みはつけると、命中盛りつつ会心盛るのが難しかったです。生存補助系でやるならクエストがおすすめです。防御ダウンに攻撃命中で必殺技が回しやすくなります。あとは決意、銀狼モチーフなどもサポートとしていい選択肢です。4セットについては、先駆者が一番おすすめです。金庫に依存せずにダメージが伸びるので、これが今は最適ですね。他だとこれと何か2セット。生存補助運用だと、速度が遅いので仮想2と先駆者とかでもいいかと思います。2セットは虚無編成やるならこれが最適ですね。会心率を 12% とかなり高めに漏れるのも相性抜群です。命中がどうしても足りないなら障子も一応候補ですが、なんなら普通に優先度高くていいと思いますが、これで厳選するのはきつすぎるのでおすすめ度は低めです。今、グラモス速度135とか、ヘルタやサルソットがあるならそっちでいいと思います。そしてビルドざっくりまとめです。魚数級は基本的にベースとして、火力型で行くなら命中を盛りつつ会心率を最低限盛りたい。生存型で行くなら必殺技の回転を重視する感じで、EP 縄については、安定性が欲しいならどちらでも選択可能です。ただ、無凸火力型なら攻撃縄でもいいかと思います。敵の遅延頻度をどう捉えるかって感じが強めですね。そして編成について、ざっくりこんな感じ。基本はサポ2と生存補助1での編成がおすすめですが、火力上限の突破を考えると、自身の遅延性能を活かして、生存補助なしもベルトは取ることが可能です。火力目的で編成する場合は、スキルはできるだけ使いたいキャラになるので、ご注意を。
あとは読みやレイシオのデバフ枠として使う感じに。ベルトは自由度自体は高いキャラなので、今回は読みとの相性についてピックアップした感じだったね。って感じで最後に、ルアンメイペラベルト読みで、工場公演水のみでやった結果を流して終わります。ルアンメイは記憶をつけて、読みはお休み、ベルトは獲物、ペラは決意です。一応、クエストは使わないようにしました。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。